朝晩寒くなってきたので、薪ストーブを本格的に使い始めました。夏ぐらいまではここに床がなかったので、去年の冬はとても外と通じて寒かったですが、今床ができて隙間がかなり埋まって段違いにあったかいです。まあ、まだ完全ではないんですが、こういうところに隙間がちょっとあったりするんですが、こういうのもちょっとずつ埋めていけばもっとあったかくなると思います。夜から朝までだけ薪ストーブをこの2週間ぐらい前から使い始めていろいろ思ったことがあります。まず薪ストーブ、これ着火してからすぐは部屋は暖かくないです。着火して10分15分ぐらいメラメラーっと燃やして、このストーブ本体が15分ぐらいかけてストーブ自体の鉄が暖かくなって、その15分後からさらにこうその周りの空気とかこういう壁とかがあったかくなりだすので、まあ30分以上とかは部屋はこの空間はあまりあったかくないです。まあそばにいれば遠赤外線みたいので体熱いのですが、完全に部屋があったかくなるのは1時間近くかかるかなと思います。今50分ぐらい着火してから経ったとこなんですが、今かなりあったかいです。で今 この距離に座っていると熱いです。額におでこに汗をかくぐらい。まあ、ちょっと離れたら、今ちょうど部屋の空気がだいぶいい感じに暖かくなってきたかなというような感じです。だからすぐには温まらないです。温められた空気は上に昇るので、この天井の板を張った時にファン付きのライトをつけましたが、これやっぱりいいです。全体がこうかき混ぜられて下の方も割と暖かくなります。これがないとこう上の方ばっかり暖かくなってしまって、下の方がこうひんやりなってしまいます。これは給食とかで使う大きい寸胴鍋だと思うんですが、家の中の薪置き場に今使っています。ここに薪があれば外に取りに行かなくていいので、とても楽だし、外の冷たいキンキンの薪をくべるより室温に温まった薪をこう入れた方がとても燃えがいいです。で太いやつとか湿気てるかなって思った時はここに立てかけておいたらより温まっていい感じです。それと部屋の中が乾燥しすぎるかなと思ってここに水を入れて加湿しています。こんな感じで薪ストーブを使い始めました。今着火してから1時間ぐらいですが、半袖でもこの部屋は快適なぐらいです。家が古くて隙間があったり壁がとか天井が薄いので、家全体とまではいきませんが、この一部屋二部屋ぐらいは結構快適にあったかいです。あとこう火をいろいろいじったり眺めたりできて、料理もできるのでいろいろ改善したり料理をやったりしていろいろ工夫して使っていってみようと思います。